おっしゃー、リオラスです。それでは本日もニーアオートマタヨロハエディションやっていきましょう。さあ、前回は、囚われて助けられて帰ってきましたという形で、で 2B がピンチらしいですね。うん、まあ、とりあえずメール見ていこう。なんかすごいタイミングでメール来てたんで、エミール暇でーすこっちが大惨事なことやってるっていうか、いつメールアドレス交換した差出にエミール、こんにちは、なんだか暇なんでお店に遊びに来ませんか、良いもの揃えていますよ。多分エミール、なんだこれ。そしてもう一個エミールから来てる、釣り情報、こんにちは、いつもお世話になってます。そういえば釣りってやってますか。僕、生き延びるために何でも食べてたので意外と釣りには詳しいですよ。ということで今日は耳寄り情報をメールさせていただきます。各地で、釣りをすることは可能ですが、基本的には淡水魚は川にいて、海水魚は海に、まあそのままだな。浅瀬なんかではヒトデやカブトガニも取れますね。逆に大物狙い目なら、深めの場所を狙うのが基地。うん。砂漠にある油が湧いている池ですが、あそこは機械魚ばかり。それと各地に埋まっている土管の中は基本的にゴミがほとんどですよ。でも諦めずにチャレンジしたら何かいいものが釣れるかもしれませんね。うん、一回機械生命体の頭が釣れたことあったな。うん、それと珍しい魚は僕の住居の近くに地底湖があるんですが、そこでは結構珍しい魚が多いですね。え、僕の家の場所ですか。廃墟都市からバシャーと走ってピューといったところにありますよ。それでは。全然わからんバシャーと走ってピューといったところ。なるほど。さてどうしようかな。今クエストとかって見れないよね、こう機密情報機密情報、クエスト進行中を、ああそうだ、スピードスターね、一回クリア、2面までクリアしたんですけど、その後なんだかんだでセーブロードとかしてるうちに、あのクリアしてない情報でセーブしちゃったんで、また1からなんですなのでちょっともうやりたくないかな、スピードスターは結構運なところあるからね。うん、あとは闘技場とクリエイターロボと砂の遺産、あれか、あのなんか黒ずくめの人でなんか拾ったら持ってきてねっていうの、一回杖を渡したけどまだ何かしら拾ったら持っていけばいいのか。うん、で謎の手紙ですね。まあとにかく今受けられそうなのはないから、ストーリー進めるしかないんですかね。うん、とりあえず大きめのターミナルに行ってこいってことなんで、これ人んちとか入れないの。 7B 先輩、先輩かどうか知らないけどあ、なんかアイテムじゃないこれ。イエーイいらない。でここで、うん、サーバー管理室の利用。はい、あれこんなとこ行ったことあったっけ。ん、申請の許可を確認。うん、この部屋の装置を使用することが可能。ほう、もういきなりハッキングマシーンが、ハッキングっぽいのがあるけど、これいいの、勝手に会社のもんハッキングして回復大ハッキングシステム、ヨルファ 95S 型グリーン、なんなんなになに、普通にロード画面か。 2D のブラックボックス信号検査。なにこれ。よかった、通常通信は不調。ほう、向こうに直接侵入して操作するしかない。あれこれ今何してるところ、ああ、あれか、イブと戦ってるところかな。え、またこれまたこれですか。もう今回の 9S のストーリーもクライマックスなのかな。ハッキングコンプリート。ええよし、次はこのまま 2B のいる部屋のロックを解除。ほう、あーでもちょっと早い足がこの子で、君何してんのこの子は何してんの。あー、ハッキングしようと、あーできちゃった途中で止めらんないんだ、あれ。ハッキングに成功しました。ハッキング対象の処理を、あ、そっか、自分が機械生命体だから気づかれてないから、じゃあついてこい、従属化、仲間が増えたぜ。
でもお祈りしてるだけだなこの子。そっか、これで仲間増やせられるのか。とりあえずアイテム拾えるだけ拾っといて。いけない、なんでいけないのこれ。なんでいけないのそれ。ない、すごいいけそうなのになんでいけないのこれ。もう、あの機械生命体、この機体よりも耐久力が高そうだな。こちらを警戒してないうちにハッキングで乗り換えましょう。そんなことできんの。乗り換え、乗り換え、リモート操作ってこと。対象を乗っ取り遠隔操作できるようになります。わあ。どんどんパワーアップできるのこれで。ああ、攻撃がある、攻撃が。ああ。間違って撃っちゃった。で、どこ行けばいいのこれ、どこ行けばいいの。 2B のいる部屋に向かうには、このままの工場の下層に向かえばいいのか。あれ、工場にいるの。おお、怖い怖い怖い。あ、ここか、ここか。ちょ、待って、見えない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 、湯気で見えない。ああ、え、いやなるほど、ずっとこれでいけるのか。え、これで、はい。なんか微妙に操作性悪いんだよな、ここ。危ない危ない。ちょっとこの子ラグがあるんだよ、動けるまで。ジャンプして着地してからなんか動くまで時間がかかるんだよこの子。よしよしよし、慣れてきた慣れてきた慣れてきた。ああ、ダメ、危ない。着地後の隙が大きいこの子。よし、クリア。見えない見えない、湯気やめて、湯気。もっと走れないの。あ、バックステップある。じゃあバックステップで。バックステップで進んだ方が早い。ああ、バックステップで進んだ方が早い。こっち向いてこう。え、違う、なんだこれ。あ、倒しちゃった。こっち向いてバックステップ。死んで神になれ。とりあえずバックステップで進もう。あ、やばいやばい。なに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 、なにこの子たち。え、もう地獄絵図なんだけど、なにこれ。え、やばいなこれ。操られてる子と操られてない子がいるんだ。どっちが幸せなんだろう。あ、もうこっち行けないから、あそこ行くしかないんだ。この地獄絵図行くしかないんだ。もっと強そうな子いないかな。あ、あれ強そうじゃない。あれ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 、あの斧持ってるやつ。あ、おい、なな、君じゃない君じゃない。あの斧持ってる子に切り替えらんないかな、倒しちゃうかな。あー、ダメだな、爆破しかできないな。みんな落ち着け、落ち着くんだとか言いながら爆発するしかない。爆破するってことは気づかれてるってことなのかな。このレベル6の子、このレベル6の子、その斧持ってる子。君君君君君、あれ、あ、収まった。あ、斧持ってる子は正気だったんだ。あ、で、正気を失ってる子だけ一応倒せたってことかな。うん、アイテム持ってこう。うん、大事なものあるかもしれない。え、あの斧の子になれないかな。この子この子。あ、ダメだ。なんかハッキングのターゲットになってくれないこの子。ダメ？ダメだな、ハッキングできないよ。停止したロボットの残骸、まだいくつかは使えそうだな。念のため、ここの座標をバンカーに送っておこう。ん？あ、こっちか？こっちか？
でバックステップで進む。何これ、ハッキング？あ、これでエレベーター動くのかな。 リモート操作。ええ、あ、なんか変な子になっちゃった、変な子になっちゃった。何この子あれ、何これ。空飛べるぞ、空飛べるけど途中で降りてきちゃうなんか微妙な操作性になっちゃったな、これ。え、どこ行けばいい、どこ行けば、こっち、こっちあれ、行けないな、やっぱりあっちから行くしかないのか。どうしよう、この子でいいのかな。一応斧持って火力は強そうだけど、どうなんだろう、さっきのこと操作性どっちがいいかな。とりあえずこれ進んでみるか。あれ、もう一匹いる。おー、あ、操作性いい、この子の方がいい。この子緊急停止できる、こうやって。あ、しかも浮いてるから下のベルトコンベアの影響受けない。あ、この子でいいわ、この子楽。イエーイ。あれ、でこっちか。停止したロボットの残骸。今度この子になれんじゃない、この子になれんじゃない。よしよしよし、どんどん乗っ取って。この子、あ、早い、この子早い。飛べる、結構飛べる、早い。速度速いのがすごくいい、楽しい。どっち、こっち。武器撃てる？あ、攻撃ないんだ。攻撃はないんだ。いや、まあいいや、うん。まさかルンバになれる日が来るなんて思わなかったやったー。でもずっと飛んでられないんだな、うん、世の中のルンバずっと飛んでるのにな、ずるいな。で、この子は関係ない。ハッキングはできる。髪がどうした？髪がないのか？こうやって飛んで避けることができるのが楽でいいな、これ。で、ここ。よし、このエレベーターをハッキングで起動させれば、2Bたちが脱出することができますね。ハッキング。ん？ん？ん？え？どうやって？ああ、出てきた。なんでもありだな、ハッキングで。あ、そっか、パスカルと怪しい宗教のところに行ってたんだっけ。あ、そうだ。そうだ、あ、そこか。ここに繋がるのか。あ、なるほど。IES？ バンカーからハッキングして、この機械生命体をコントロールしています。工場のシステムに侵入し、なるほど、お二人を脱出させます。わかった、お願い。あ、工場廃墟へのハッキングを開始。なに脱出経路を確保した。なんなのこれは。ゲート12ロックド。あ、もう完全にシューティングゲームをやらせる気。へえ、なるほど、これでいいの。はい。よし、最初のゲート解除。そのまま、まっすぐ進んでください。了解。これはな、なにこれ。ゲシュタルト計画報告書、アーカイブか。概略、2003年の巨人と竜の出現に端を発する白煙化症候群の拡散はとどまらない。何を言ってるんだこれまあ後日読もう。この辺はゲシュタルト計画報告書。はあ、
もう全く何言ってるか分かんなかったけどな今の文章。なるほど、こうやって寄り道をしながら何かしら歴史を紐解くことができるのか。なんだこれ、ボス戦？ああ、またゲシュタルト報告2だ。なるほど、なんか魂のコンパク保存法とか書いてあるな。え、魂を保存できるの？へえ、この子ボスじゃなかったんだ。やっぱ寄り道すると何かしら過去の歴史が見れるんだね。うん、はい、レプリカントシステム、ほう、3もゲット。おちょ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 、あ、いた、あー、え、あ、死んでも大丈夫なの？ここは大丈夫なの？その場で復活したけどな。じゃ別に怖くないな、死ぬの。出口までのルート確保完了です。ありがとう。報告、トゥービーが大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認、推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。え、それまでずっとこのファミコンゲームやるの？大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場システム掌握 20%。 え、これ工場システムなの？これなんとか耐え抜いてください。これ工場システムなの？ 50%。 え、もう 50% 倒したの僕？この怖さへ何とかすれば。わー、いて。電源供給を停止させました。トゥービー、これでいいの？いやー、よかったよかった、死んでもいい。あ、この球体ね、はい。やったわやったわ、確かにやった、うん、はい、かっこいい。あまたの戦いと冒険を経て、うん、預言者は言う。なんだ？ああ、大地の慈悲。あ、ひどいもんだな。ああ、天井の喜びを鉄の首輝きから解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう、永遠に。ほう、うわー、なんか永遠にみんなみんな天に昇っていく。おーおお、今のは月面サーバーで通し報告。おお、 2B による敵大型兵器の撃破。ああ、はいはい、ああ、そうか、わかった。ん？で、おしまい？おしまい？ナインエス。はい。司令官。すまないが、司令部まで来てくれ。了解しました。大丈夫？処分とかされない？君は知りすぎたとか言われない？勘のいい子は嫌いだよとか言われない？大丈夫？絶対知りすぎてると思うんだよな。うん。君は知らないでいいことも知りすぎた。一回セーブしとこう。さあどうなるんだ、 9S は。ん？あ、お、ここにいる、ここにいるぞ。大丈夫か？君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。バレてる。そのことで聞きたいことがあります。消される、 9S 消される。夜波計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。設立記録、これじゃ順番が逆です。逆？まるで僕たち夜波部隊が人類会議を作ったかのような。ああ、やっぱりそうだよね、作ったんだよね。だから人間はもういなくているかのように見せてるんだよね、きっと。うん、大丈夫？うん、消される。その通りだ。あ、認めた、割と素直に認めた。月面の人類会議サーバーは、うん、サーバー、我々が設置した。ああ、じゃあやっぱり AI で会議してるふりしてるんだ。今日の会議は何しようかみたいな、今日の晩ご飯は何を食べましょうか、会議しますみたいな。じゃあ、人類はもういない。うん、え、じゃあなんでいるふりしてるんだろう。正確に言えば、うん、人類は月には行っていない。ええ、行ってもいないの？
月で死んだんじゃないんだ。月からの通信は、うん、プログラムで用意されたダミーに過ぎない。あ、そうだろうね、うん、なんか毎回似たような文章だなと思ってた、うん、月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。遺伝子情報ほほほほほ、そんなことを、うん、そうだよ、なんでそんなことをするの。異星人が襲来した時にはすで、うん、に人類は滅亡してしまっていた。あ、そうなんだ、もう出遅れだったんだ。このチップに全ての記録を保存してある。ほ、興味があるなら見てみればいい。え、いいの。アーカイブ入手しました。極秘夜派計画概略。はあ、どうしてこれを僕に。そうだね、理由なく戦える者などいない、うん、我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。え、神になれと。ん、ああ、それが人類ってこと。自分で決めるんだな、これからどうするか。え、自分で決めていいの。え、だからそれを知って裏切った人たちがいるってことなのかな。うん、何人か裏切りがいるもんね。お、ああ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 、まあそうだよね、なんで弟置いてったんだろうね。ああ、黒くなっていく、黒くなっていく。はあ、人類がもういない。うん。っていうのが、データのアーカイブ。ああ、あるね。ヨルファ計画概略。はい。じゃこれはちょっともう多分時間なんで、うん、気になりますが次回見ていきましょう。はい。いや、まあ結構前からね、なんとなくもう人間はいないんだろうなと思ってたけど、もう本当にいなかったんだね。はい、じゃご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。あ、ここジャンプできない。ありがとうございました。お、なんて言えば。あ、はい。あ、ちょっと待って、セーブさせて。あら、はい。え、戦闘配置行かなきゃ、行かなきゃ。あ、じゃあとりあえずセーブはできる。 9S に出撃命令。はいはい。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。あ、はい。詳細状況。廃墟都市エリア全体に。お、走ってる走ってる走ってる。へい、彼女。あ、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。で、いいいいいい、セーブしていい。あ、セーブできますね。あ、じゃあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。おっ。